こんにちは。今から、木の葉のオリジナルの二分式帯の、お太鼓の結び方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ご用意していただく小物が、帯枕、帯板ですね。あと、帯揚げ、帯締めの、この4点をご用意していただきます。今から胴の方を巻いてまいります。はい、帯を2周巻いていただきましたら、紐を下で蝶々結びをしていただきます。帯の中に隠してしまいます。次は帯板を入れていただきます。はい、次は、お太鼓を背負っていきます。こちらの帯のところ、帯に、帯枕を入れていただいて、そうしまして後ろ背中に背負っていただくだけですね。手先が角なしように少し長く作っておりますので、長い方を畳んで入れていただきます。次は、帯揚げをいたします。それでは最後に帯締めを結んでいただいて終了になります。帯締めを締めていただきましたら出来上がりです。よかったらこの動画を参考になさってみてください。ありがとうございました。